の船、いつの間に断崖絶壁をご覧いただけます。え、すごい。もはい、苫小牧のフェリーターミナルさ、はい、どんな感じだと思ってる？え、もしかして、うん、すごい小さい港みたいなのだと思ってるんじゃないの？いや、もう結構広い巨大な感じをイメージしたけど、うん、あ、すぐそこやん。え、あれうちら乗る船じゃない？ケン、あれやってね、一回ごっこする？あり。ちょっとやってみたいかも。え、やってみたいかも。夢じゃない？夢、夢だよね、うん。いや、楽しみだ。なんか乗れなかったら怖いからさ、結構早めに着いた。だいぶね、だいぶ早く、ね、3時間前到着。家出る30分前に起きるような人たちなのに、今日は3時間前到着。なんか乗ってるぞ、馬、うう、牛、牛めっちゃ乗ってた。え、牛も運ばれんのかな、フェリーで。そういうことじゃない、こっち行くってことは。ありえる。牛、フェリー乗るの普通に空港並みにでかくない？ロータリー、ロータリーだ。懐かしのロータリー。テンション上がる。空港みたい。でけえ船。これ酔わないじゃん、こんなでかかったら。わかんないよ。あ、お笑い機到着です。海外とか結構行ってたじゃん、あの頃。なんか今思い出した、すごい。いいね、あれだよ、っけ、あれや。でかいね。朝と夜でバイキング安くない？大人2000円だね。バイキングが一番楽しみ。別々で乗るんだって。俺は車運転して入ってって。私は別なんだって、一人で。どうしよう、間違って隣のフェリー乗ったら。緊張する、一人で乗るの。乗るってほどでもないんじゃないの。じゃあね、行け。セットめちゃめちゃ綺麗だな、今日。おー、こんな感じなんだ。ケンはもう乗ってまーす。ケンは何をしてるんでしょうか。突然現れた。ちゃんと乗れたか。乗船券多分見せなきゃいけない。もう乗ったの、船。いつの間に。多分乗ってると思う。乗ってると思う。すごい。船の中。なんかホテルみたいな、普通に。めっちゃすごい。すごい、ね、広い。しかもさっきスタッフの人に聞いたんだけど、外出てもいいんだって。行きたくない？荷物置いていくか。チェックイン、チェックインはもう済んでるから、もう部屋行ってみよう。え、うん、こっち、うん、じゃあ荷物置いてみて。なんかワクワクするな、マジで。初めてだから。やばい、船はまりそう。
おお。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。もうこれは脱ぐのか、スリッパ履かしてます。あ、そうだそうだ、冷やしとか部屋でいっぱいグビッと来たのか。実は忍ばしてた、みんなを連れてこれないから、元祖代表。どうだ船は。クッケ、うん、どんな感じか見に行って。え、やばいやばい、今までの温泉で一番いい。うざいしょ、マジじゃん、めっちゃ見て。だって海だよ、一望もう全部。え、海、こんなことないよ、だって。おお、出るじゃん。まだ上着るんじゃない？見て、怖い。わあ、うわ、めちゃめちゃ気持ちいい。これたまらんな。すごい。先お風呂入るか、それとも先ご飯食べるか。やっぱりベストなのはさ、風呂上がりのビールで入ろう。ケンが最悪、最悪だ。パジャマ間違って下と下を持って、下と下持ってきた。最悪、ケン頑張ろう。最高、最高すぎでしょ。なんで船の中でさ、あんなに熱いお湯が出るの。いや、俺もすごい不思議に思った。しかもサウナもあったしさ、車駐車しに行ったじゃん、一番最初。こんな大雪積んで船って沈まないの。そう、同じこと思ってた。なんで沈まないんだろうと思って。すごすぎ、開発した人すごいなと思って。いや、私今日ちょっとご飯食べ終わったら船について調べる。ちなみにケンはあの後車にパジャマ取りに行って、無事ちゃんと着替えることができました。フニオとデカシマの生存確認もしてきた。よかった、私めっちゃ酔いやすいからさ、うん、酔い止め持ってきたんだよね、うん、で飲もうと思ったんだけどさ、うん、今お風呂上がりに脱衣所で水飲むの我慢したんですよ。俺もビールのために、うん、今薬飲んだらちょっとその水すらみたいな。ちょっとその後に飲むわ薬。ここでバイキングのチケットを買います。なんか奇跡が起きた。なんかスイートの人の席がたまたま空いたから、スイートの席に座れた。スイートじゃないのにね。窓側のハッキーラッキー、ヤッピーヤッピー、ついてるぞ、ついてるぞ。セルフです。すごくない。しかもクラシックの面だ。いいね、面白いね。黄金比や、すごい。さっさと行きます、次行きます。ケイトがビールついたら逆91になるからな。これはありがたい。初日、初日、初めてのフェリー、フェリー旅。ないね、最高だ。フェリー最高じゃん。何これ、なんか豪華客船とか乗ってみたいよね。でもこれでも十分豪華客船。しかも自分たちの車まで持ってきてるっていうのが、そっからまた旅が始まるっていう。
いいよね。夢のようだよ。帰りもさ楽しみじゃない。なんか飛行機乗って帰ってくる感じよりさ、うん、またこれもう一回乗って、うん、温泉入って家着くんだみたいな。すごい結構いる。来てる。うん、大丈夫。来てるよ。目いってる。見て。マグロユッケあった。気づかんかった俺。計あと10分でラストオーダーとか。ちょっと取ってくる俺。卵乗せたいね。あいただきます。うんうんうん。美味しい美味しい。ビールに合うんじゃない。最高。ケイトがまだ一番最初のやつ食べてもいないのに第2弾を。終わるから。え？もうラストオーダーって言われたからデザート取ってきたの。すごい必死。ラーメン2杯目。え、2杯分？もう食べたのさ、1個。え、で、これ今もう1個ラーメン。マジ？え、俺もラーメン食べたいの。もうあと1分だよ、けど、あと1分。ってくるわ。ラーメン2杯も食べてんの。こんなちっちゃいの。あ、そうかそうか。うまい？やばい。うまい。朝ごはん楽しみだな。うん。時間過ぎてるじゃん。大丈夫だった。みんな取ってるよ。アイスは、アイスとドリンクは。お食いたいわ。やだ、やばい。してんな。返してくれ。取ってきなさい自分で。怖い怖い怖い。ビール飲みながらアイス持って。揺れてる揺れてる。酔い止め飲まないと。結構揺れてる。結構揺れてます。揺れてます。やばい。スタッフの人たちみんなめっちゃいい人だった。神対応でね、すっごい素敵だった、うん、今日はあれだけで幸せだ。接客がすごいよね。すごかったね。飛行機と同じだね。うん、そんな感じだった。ちょっとでも券売機で困ってたらどうされましたか。随分リラックスしてんの。最高最高。このベッド柔らかいな。まだ8時半です。起きました。8時半から寝始め。え、撮ってたの？寝てるとこ。撮ったよ。8時半に寝ることはあんまなくない？揺れてる感じが心地いいんでしょ。お母さんのお腹の中みたい。記憶にないでしょ。では寝ます。おやすみなさい。おやすみなさい。おお、雨。あ、やっぱなんか暗いもんね。じゃあデッキは無理か。うん、うん、いや綺麗なサンライズ撮りたかった。おお、私12時間寝た。そんなに？11時間かな。体調最高最高。フル充電。うん、あお腹すきすぎて、うん、ダメだ。和食あるかな。あるよ確か。電波はねないです。うん、もうね昨日出発して30分ぐらいに電波が消えて、うん、だから12時間ぐらいデジタルデトックスしてんだよね。確かに確かに。いいわいいわ。キャンプみたいな感じか。うん、キャンプもないところあるから、うん、でも私はね電波がなくて、電波が出た瞬間に電波出たっていう夢を見た。何なんだろうねそれ。ケンと2人で電波が出て、うん、なんか今出てるよってなんか報告し合ってる夢だったんだけど、うん、なんかその夢を見たことに対してなんかちょっとなんか悲しい気持ちになって、あスマホに頼ってってるんだなと思って、だから今日はもうここから多分また8時間ぐらい電波ないから
それを楽しもうと思って。素晴らしい。嫌じゃない、そんな夢見るの。なんかお土産屋さんやってる、昨日やってなかったのに。ちょっと見に行くか、後で。うん、ご飯食べてから、うん。こんなことある？俺らめちゃめちゃついてない。またね、うん、スイートルームの人がちょうど帰ったから入りますかって言って、このVIPの席、素敵なお姉さんが用意してくれた。でもまた今日も着物のお姉さんだ。昨日と同じ席空きましたけど入りますかってこちらのことを覚えてて、神対応すぎて、また朝から幸せな気分。わすげえ、これは最高だな、この景色見ながら。全長、全長、何全長？2日前に髪切ってきたのに、もうドスコイパイナポーになってる。ここまで来たよ、ここ。真ん中もう過ぎたね。すごい。あともうちょっと。今はそれどこだろうね。これ福島、あ、仙台、仙台、うん、仙台と福島の間ぐらい。すごいね。ずっと見てられる、海って。アナウンスでね、ただいま右側の窓から断崖絶壁をご覧いただけますって。うちは二人ともえって目合わせて。呼ばれたと思って。あれか、カメラじゃ見えませんね。うちらの目でもあんまり遠いもん、うん、あそんな感じ、同じ同じ。あ、そんな別に頭傾くなんか大丈夫です。自然体でいてくれれば断崖絶壁。ずっと慣れません。なんで剣普通に歩ける？俺普通だよ。抵抗感覚なさすぎでしょ。うわ、綺麗そう。あ、うわ、すごい。すげえ。すごい。やば。あ、なんかゴーイングメリー号に乗ってる気分だ。なんだっけそれ、なんだっけ、ゴーイングメリーゴ。なんだっけそれ、ワンピース。あ、ワンピースだ。ケンはワンピース読んだことありません。ルフィも知りません。いや知ってるわ、ルフィぐらい知ってる。手伸びるやつでしょ。知らない人が言うやつ。風なくない？はい、穏やか。穏やかだね。え、クジラとかいないのかな。あ、そうじゃない。クジラさ知ってる。ドリーでしょ。あと1時間で上陸ですけど。いや、ドキドキしてきた。どんな感じなんだろう。なんか北海道以外を車で回ったことがない。レンタカーとかすら。確かにないかもしれない。本州で車運転したことない。ない。うん、ちょっと不安だよね。見えてきたね、うん、あれが大洗から。あ、ほんとだ、もうもうすぐそこ、もう着く。ついにここまで来たのか。すごいね、船って。よいしょ、ついに到着しました。車取って行きます。次の動画から、キャンプ編に、本州でのキャンプ編。はい、本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。来たぜ、本州。なんか
れみたいな、嵐のライブの時来たぜ北海道みたいなやつ。うわうわ、ついに本州321乗りました。上陸。